Hi Teresa, how are you everyone? Hope one's doing great as always. Normally I do my videos in English, but this one it's different. これは日本語でお届けしていきたいと思います。そこで私のお手伝いをしてくれるどん兵衛さん、 my special partner。どうぞ。こんにちは、どん兵衛です。サクッとどん兵衛さんの紹介をしたいと思います。どん兵衛さんは私の、お兄ちゃん、パパ、ポールとそのワイフ、ママ、ジェイの息子です。親戚です。はい、どん兵衛さん。聞きましたよ、ママジェイから。なんかちょっと やらかしちゃったみたいじゃないですか。怒ってましたよ、ママジェイ。何したんですか？自分で言ってください。ちょっとね、最近ね、ドッグフードが美味しくなくて。あら、それで？なんて言えばいいかなと思って。それで?I don't like it.very much って言ったんですね。そしたらママチェイはどうしたんですか？私はちょっとね、気分害しちゃったみたいで。いや、そりゃ怒るわ。いや、そりゃ怒りますよ、あんた。だってね、ママチェイが働いたお金で、うん、で、どん兵衛喜ぶだろうなって言ってドッグフード買ってきたわけですよ。それをどん兵衛さんが、うん、I don't like it very much、 僕はあんまり好きじゃないとか言ったところで、うん、それは怒りますよ。私なんて怒るかもしれない。なんでそんなこと言っちゃったんですか？うん、だってあんまり好きじゃないって柔らかく言ったつもりだったのね。ちょっとどん兵衛さん、あなたそれは I don't like it very much は結局好きじゃないってしか言ってなくって、 very much つけたところで何も柔らかくなってませんから。うそー、そうなの？very much つければ表現って何でも柔らかくなると思ってた。違う。 very much はどん兵衛さんの好きじゃないの度合いを表しているだけで、柔らかくはなってないんですよ、これ。ちょっとね、どういうことかっていうと、 I don't like it very much っていうと、まあ、その I don't like it 好きじゃないが、まあ、これ私の勝手なこうメジャーリングですけど、30%、40%、まあ、そんな好きじゃないっていうのに対して、例えば I don't like it so much って言ったら、もう 90%、 もう almost 100% 好きじゃないっていう、その度合いを very much は表しているだけで、柔らかさではないですよ、あなた。そうなの？だからママ J は怒っちゃったんですよ。じゃあちなみに、もうね、せっかくなんでね、はい、今回はどうしたら柔らかい表現になるのか、好きじゃないっていうのを柔らかく表現できるのか、ここを一緒に見ていきましょう。じゃあ早速いきますね。はい。まず柔らかくするには、 I don't like it、 何かが好きじゃないっていうのの前に、 I'm sorry but、 ごめんねだけどとか、 I don't want to offend you but、 あなたを批判するわけじゃないけど、でもっていう、こういう一言を添えてあげることが必要なんですよ。なので、例えばどん兵衛さんのドッグフードあんまりこれは好きじゃないなっていうのを言う時も、ママ J I'm sorry but I don't like this dog food very much とか言えば、ママ J もまあお口に合わないんでしたらしょうがないですよねとか、ちょっとほら気持ちもね、汲み取れるわけですよ。で、例えばあとはオフィス、会社で働いている時に、なんか新企画、こう新しいプロジェクトを進めていきましょうとかいう話し合いをしていたとして、ある人がじゃあこのプロジェクト進めていきましょうって言ったんだけれども、自分的にはちょっと違うかなって思った時、そういう時も相手の気持ちを配慮して、 I don't want to offend you but I don't think we should proceed this projectあなたの気持ちを傷つけるわけじゃないんだけれども、このプロジェクトはちょっと進めるの違うんじゃないかなみたいな感じで柔らかくなるんですよ。ちゃんと相手の気持ちを思った文章を付け足さないとダメなんだね。 Yes、 その通り、そうなんです。なので very much は柔らかくなるためにつけるんではなくて、その好きじゃないの程度を表しているっていう、そこがねポイントですね。日本語だとあんまり好きじゃないって言えば柔らかくなると思ってたから、英語もそう思ってたんだけど、
ど、そうじゃないんだね。違うんですね。やっぱり英語はいい意味でも気持ちをストレートに伝える言葉なので、そこもやっぱり傷つけるわけじゃなかったんだけどね、ごめんねっていう I'm sorry がついてると、相手の人も言葉でこう直球でこう I'm sorry でもこうなんだってくれば、納得いかないとしても Well, okay もうなんか分かったって なるんですよね。日本語のそのあんまり好きじゃないだと外国人の人なんですね。結局何好きなの嫌いなのどっち、ちょっとよく分かんないんだけどみたいにもやってなっちゃうかもしれないので、英語で言うときは I'm sorry but I don't want to offend you but、 そうやって I'm sorry ってつけてあげる、これが柔らかくするためのキーです。よくわかりました。じゃあどん兵衛さん、ちょっとママジェイへの言い方練習していきましょう。はい、練習どうぞ。 I'm sorry but I don't like it very much。 ママジェイもきっとFine、 じゃあ前買ってたやつ買ってくるよって買ってきてくれると思うので、帰ったら早速言ってみてください。使ってみます。ちなみにね、最後に一つだけ、もう多分二度と会わないかもなこの人って思ってる人に対してあれば、もう柔らかさとか関係なく I hate this I hate this so much とかも、ね、そういうこともできますよ。でもそういえば、まあ、人の気持ちを配慮しながら、それはあの表現程度選んで喋っていきましょうね。直球ですね。私も I hate you って言われないように頑張っていこうと思います。どん兵衛さん、今日もお手伝いありがとうございました。レッスンありがとうございました。 Well anyways, I hope this explanation made sense to you。 皆さんにご理解いただけたら嬉しいです。皆さん、優しい気持ちで優しい言葉を選んで英語も話していきましょうね。また次回の動画でお会いしましょう。 Bye! See you! Have a great day!